してる。僕のハートに火をつけたね。しかもその火は大きい炎だ。赤々と燃え盛ってる。ハートが熱いんだよ。え？助けて！助けて！ネズミ！ネズミ！第5章、過度に追い込まれたネズミは抵抗しない。こんなの嘘だ。おお、レストランだ。スペシャルランチ、肉とポテト、魚料理。ああ、あなたが好きです。あなたは僕の心に火をつけたのです。愛を信じなかった僕の心はその時からうなりを立てて燃え始めたのです。このもだえ、この気持ちを。え、いいかい、チューしても俺の恋の炎に火をつけた。これは単に火花が散っただけじゃない。炎だ、大きな恋の炎だ。すごく感じる。何？ああ、参ったな。100万ドルが遠ざかっていく。だけど幸せ！トムと暮らせばジェリーマウス？トムに捧げる。彼なしでは書けなかった。ん？トムとは常に喧嘩しているわけではない。先日は二人で釣りに出かけた。君を愛してる。そばにいるとジャズのリズムが溢れ出るよ。湧き出るんだ。ジャズに酔いしれるよ。私はあなたに酔いそうだわ。魂を焦がす女だ。俺の心は熱く燃えてるぜ。燃え盛る炎のように激しく感じるんだ。俺は燃えてる。熱く熱く燃えている。熱く熱く。おい、何か燃えているみたいだぞ。あ、かわいそうに。もうすぐ何もかも終わって楽になれる。彼女と知り合ってからというもの、辛い毎日だったね。すっかり恋にやつれた惨めなその姿。人はなぜ君を助けなかったのかと聞くだろう。わかってるさ。でも止めない方が君のためだ。すべてが始まったあの朝のことは忘れない。僕ら二人は本物の親友だった。家に医者はいますか？トム、田舎の生活に飽きたのでネオン輝くブロードウェイに行きます。永遠にさよなら、ジェリー。僕の日記、ジェリーマウス。ちょっと待ってよ。ねえ、耳貸して。ねえ、トムさん、家に帰りたいでしょ。当たり前さ。よし、じゃあね、僕がまずひそ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 。いいねえ、それトムさんがね。にゃ、なるほど。そこで二人でさ、にょむにょ。見ろよ、あの女ったらし。あいつはメス猫を見るといつもこれだ。やつが女に惚れるとろくなことがない。なあおい、こないだのビーチでのこと覚えてるか？メス猫が一匹浜辺に寝そべってくつろいでた。トムとゴルフに行った。ティーがないから僕が代わりになった。今日は危機一髪だった。好奇心は危険を呼ぶ。
We'll be right back.